はい、えー、今回のテーマはですね月収30万稼ぐコンパスですねカスタムサムネイルコンパス入ってると思うんでコンパスでいきましょうでえっ、ー、と明日で終了ですね明日の2発ですね明日2発メルマガで流しますもう1発は流したので、えー、明日2発で終わります明日の18時と22時 えー、この2回のご案内で、えー、終了となります。はい、で今後、販売を、この商品をね、販売する場合は、値上げしていくと思いますので、はいまあ、今が、まあ、今回ね、多分リリースするのは初めてだと思います、これね、ボックス。はい、なんで、今見ていただいている方は、最安値で、えー、ゲットできるというところでございます。 ウ、まあ、裏メルマガの方でご案内してますので、興味ある方は、えー、登録しておいてください。明日の18時22時2発で終わりとなります。で、今回、月収30万稼ぐコンパスっていうことなんですけども、まあ、なんでカスタムサムネイル、コンパス入れたのかっていうと、まあ、これを言いたかったっていうのもあるんですけども、要は、うーん、どうやったらいいかわかんないっていうね、例えば、うん地図があってもね、えー、方向が 分からない。まあ、もう地図があって方向が分からないか、ないか、どうなんだ。まあ、要は、方向が分からない。のに、のに、目的地に行けますかと。これ無理じゃないですか。そもそも、方向が分からないのに。だから、この前、その、アドバンス性だったかな。その、方向性がよく分かりませんってことで、なんか、いろいろと、あの、なんか、Q、Q&A 撮ったんですけど、 まあ、自分がどういうふうにね、まあ、よくあるのは自分がどんな情報を発信していけばいいか方向性がわからない本当にこの発信で良いのかとみたいなねまあこれよくあるあるなんですけどもね、はい、めちゃめちゃよくあるあるですね。 で結論言うと、このね、あの、どこ、どこにコンパスを向けるかなんですよ。大事なのは。短期、中期、長期。まあ、短期、中期、長期、長期。どこにコンパスを当てるかと。これがもうめちゃくちゃ大事です。僕はね、それ大事だと思ってます。要は、ほとんどうまくいかない人っていうのは、 もう短期でしか見てないんですよ。短期、どこの方向性に行ったら短期で再生数が上がるのか、短期でどれぐらい稼げるのかっていうね、もちろん今お金に困ってるから今すぐっていうところが、多くの人が思ってるとは思いますけれども、まあ、大体うまくいかないですね。大体。なぜならば、短期にコンパスのさ、あの、なんだ、えー、方向性を指したとしても、なんだろうな。 そんなにいきなりはいかないんですよ、うまく、最初からは。まあ、そもそも YouTube に関しても、まあ、僕が言わなくてもわかると思いますけど、めちゃくちゃ芸能人も出てきてるし、あのいきなり今日からやってね、お前何もやんって話やんじゃないですか。まあ、有名人だったら別ですよ。もともと名前が売れてるんだったら別ですけど、全くそうじゃないじゃないですか。 どこの誰やねねんっていう話ですよ、ね、そこから始めるわけなのでそもそも短期にコンパスを向けてる時点で僕は難しいと思いますだから大きいこれから後悔をしていくとでどこにコンパスの,あの方向性を向けた方がじゃあ,あの稼げる確率が非常に高くなるのかっていうと僕は中期短期にコンパスを当てるべきかなと思いますこのようにね中期短期中,中期長期だから今から 今から1、まあ少なく見積もっても1年後とかね、2年後とか、ここに、まあ3年後とかね、ここにコンパスを当て、ここにコンパスを当てられるかと。で、大事なことは、この中期、長期のコンパスを当てつつ、目の前の、えー、 まあ、針の微妙な動きだったり、そこを軌道修正していくって感じですね。だから、ここがゴールであり、ここはゴールではないと。で、ここにコンパスを挿して、で、今やっていることで、えー、軌道修正ちょいちょいしていくっていう。それがまあ、僕、一番大事じゃないかなと思うんですね。で、あとは、やってみないとやっぱ分かんない部分あるんですよ。絶対はないので。うん。だから、その、 どれぐらい大きい後悔を考えてるかですよね。そもそも人生ってね、人生って80年じゃないですか。多分おそらく、まあ今平均年齢80何ぼ出てると思うんですけど、人生80年、まあ100年、100年時代とか言われてますけど、80年にしましょうか。じゃあ80年っていう大きな後悔なわけですよね。80年という大きな後悔もしていくわけじゃないですか。 で、この80年スパンで考えたとき、例えば、じゃあ、今、40歳だと、まあ、僕、今38歳ですけども、じゃあ、仮に50歳だとしましょう。50歳だったとしても、え、あと30年あるんですよ。<laughs> あと30年。<laughs> わかります ?50 歳から80歳まで何、何年あるんですかっていう、30年の後悔をしていかない、30年の後悔をして、あの、なんだ、後悔をする必要があると。 そうじゃないですか。だからもちろん今のね、1、2年大事なんだけど、じゃあ28年あるわけじゃないですか。だからこう考えると、本当に長いスパンで、将来的なところ、今やっていることが、どれぐらい生きるのかっていうところの、大きいところに的をしあ、当てて、そして今をやるっていうのが本当に大事ですね。50歳から始めても30年ですよ。すごいないですか、これ。 60歳から始めても20年ですよ。20年ってまあまあありますよね。どうですか ?60 歳から、6、じゃあ仮に70歳から始めても80歳まで <laughs> 10年あるんですよ。どうですか ?10 年まあまあ長いですよね。どうですか ?10 年短いですかまあ10、振り返ったら短いかもしれないですけど、10年もあるんですよ。だから結構時間って長いんですよ。 短いようで長いし、長いようで短いんですけども、客観的に見ると10年は短いですか、長いですか多分長いですよね。でも多くの人ってネットビジネスで始めて1年ぐらい、1年持たないんですよね。で、なんで1年持たないかっていうと、本当にここしか見てないんですよ。ここしかね。だからうまくいかないと。いや、そもそも論として、いや、 平均寿命84何歳って言われてるわけですから今後の10年20年30年先を見越してじゃあこれがどれぐらいの今,今やっていることがね今やっていることが将来どれぐらいどれぐらいの資産,し資産になるのか、うん、やっている意味はどれぐらい価値があるのか ここに見るべきなんですよ。今やっていることだ、僕だったら、そのトークですよね。トークっていう資産ですよ。喋れるのか喋れないのか。ね、えー。そこにおいて、じゃあ喋れた方が絶対僕はいいよねと。な,なぜならば、喋れる、人を魅了する、人を動かせる、言葉で人を動かせるようになれば、まあ選挙には出ないですけども、選挙に受かるかもしれないですよね。 NHK をぶっ壊すっね。普通に考えたら、よくあれでね、まあ、時代が変わったっていうのもありますけれども、まあ30年前に多分無理ですよね。まあ今時代も変わってますけれども、ただ、じゃあなんで NHK をぶっ壊すで当選したのかっていうと、トークがうまいからですよね。だからトーク、自分のしゃべるっていうことに資産価値を感じるのか。ね。 動画を作れるっていうことにどれだけの資産価値があるのか、ブログを続けることによってどれぐらいの資産価値があるのかっていうところにフォーカスを置いてるかどうかっていうのはめちゃくちゃ重要です。なんか目先のお金も大事ですよ。それは否定してるわけじゃないですけども、まあそもそもこれぐらい時間は今後生きないといけないわけです。で、この生きるって、生きるイコール生きるための必要経費ですよね。生きるための金が必要です。 80歳になっても病院行ったとしても病院代かかりますしね。保険3割ですよね。7, 7割、7割が国が負担してくれるのかな。3割は、3割負担ですよね。3割はお金必要なんですよ。んで、その、なんだろうな。うーん、アフタックみたいな、がん保険みたいなのもありますけど、その、保険しないとリカバリーできない病気とかもあるじゃないですか。ね。健康保険だけで全部の病気でリカバリーできるのかっていうとできないし。 ね、まあその、まあ、圧倒的な資産はあお金持ってれば別かもしれないですけど、ね、保険とかも入っといた方がいいだろうしじゃ保険代もかかるしって話でだからなんだろうなあのうまくいかない人っていうのは、まあ、この大きい後悔をどうこの大きい後、ね、悔の荒波をどうこう,うーん旅路をこう行くのかっていうところを あんまり考えてないんじゃないかなと僕は思うんですよね。だって考えていたら、まず辞めるという選択がまずないんですよ、僕の中では。申し上げますね。辞めるという選択がない、そもそも。だって考えてほしいんですけどあの、例えばでしょ、工場で、工場で10年働くのと、ね、ど動画を10年やるの。え、どっちの方が10年後の資産価値ありますっていう。工場で10年働く。 で動画を10年やり続ける。こっち、資産価値どっちがあります自分のスキル資産みたいなね。スキルの資産はどっちが残りますじゃあ工場で仮に10年働いたとしても、10年後リストラになった場合、何ができるんですか ?60 歳でリストラになりました。何ができます転職できますかって話で。でも動画10年やってたら、その10年後、なんかいろいろできますよね。多分自分で。どうですか なん,かなんかそこを考えたら、やらないっていう選択が僕にはないんですよね。やめるという選択もないし、だって、いずれにせよですよ。いずれにせよ。いずまあすみません音だ、男性にちょっと絞りますけど、女性の方はね、あの結婚して専業主婦という一応選択もあるっちゃあるので、男性の場合、男性の場合は、場合、えいずれにせよ、働きますよね。ね。<laughs> どうすかてか、働きますよね。狩りしてこないといけないわけですから。ね。じゃあ、その、狩りを、こう、こう、仕事、今の10年後の、その、自分に対してのこの価値っていうのは、今やってることはどれぐらいあるのかっていうど、どうすかね。今やっている仕事は10年後、20年後を想定したときに、じゃあ、仮に会社リストラになった場合、今のやっているスキルがを活かして、1人で稼げますか ますね、10年、20年今の仕事をやって、リストラになった場合、AI が発達してね、もういらないよと、AI で賄うよと。で、でなったときに、じゃあ、そのスキルは、10年、20年働いた会社で働いたスキルは、1人で稼ぐ上で使えるんですか使えないんですかてか、辞めた瞬間から稼げるんですかリストラになった瞬間から、あ、大丈夫です、僕もスキルあるんで、じゃあ、明日から、じゃあ、稼ぎ始めて、月収いくらとか稼げるんですか 多分めっちゃ難しいんですすよね分かります <laughs> 多分これ難しいですよ。だから今からそれをあの構築していく、うん、やっとおく、資産、自分の資産っていう、うん、資産価値がどこにあるのかっていう、その、うん、ポイントをすごく見といた方がいいんじゃないかなと思いますね。今やっていることはどれだけ、うん、将来価値があることなのかっていうね。 ね、そのビットコインもすげえ上昇してますけどね、600万、600万になっちゃいましたね、ビットコインもね。<laughs> すげえなと思いますけど。うん、だから、要は僕は仮想通貨やらないですけれども、あの、自分の価値を上げるっていうことに、えー、すごく僕はフォーカスしています。自分の価値を上げていくってことですね。うん、どんな状況になっても飯食えるっていう、自分スキル。うん。だからまあ、 あの、ちょっと考えてほしいですね。てか、考えた方がいいと思う。まあ、考える考えないはあなたの自由なんで別にいいんですけども、僕は考えてます。考えてるから動画をもうこれからも大量にアップします。で、考えてるからこそね、考えて、そのね、トークスキル、トークわかりますトークスキルに価値、資産価値があると思、思っているから、 編集に頼らずに、えー、遠く、遠くだけなんですよ。わかりますほぼ遠く。まあ、たまーに編集しますけど、ほぼ遠くだけと。わかります <laughs> なんで僕が、しかもね、こうなんかね、あのー、コスパもいいんですよ。最終的に。だって、 編集してね、全テロとか、全テロップ入れたことある人じゃないとわかんないですけど、クソ大変,クソ大変ですからね、全テロ。死にますよ、全テロ、一人でやってたら。で、その、例えば、昔僕もやってましたけども、例えばこ、あの海外に行ってね、僕はあの撮影とかもしてましたけど、 まあなんか100コマぐらい映像あってねその100コマを、100コマぐらいの動画をタイムラインに入れて、全部どれがいいかっていうのを削っていってね、編集して、エフェクト入れて、あのフ,ォンあのフォント入れて、しかもその、ね、フォントの配置だったりとか、フォントを大きくするとかね、そのセリフによっては、フォントの場所を変えたりとか、とあのフォントの、えー、種類を変えたりとかね、もう本当に細かくやるともう無限なんですよ。めっちゃ大変なんですよね。だから 編集に頼らずトークで引き付ける。トークで、その、人を動かせるようになったら、もうめっちゃコスパいいぞと。僕は最終的に思ってるのが、5分ですよ。5分。あの、1日、1日、脳編集。1日ノー、ノ脳編集。脳編集の動画を5分から10分アップして、月収300万ぐらいですかね。まあ、大体これぐらい。 ここを目指してます <laughs>。めっちゃコスパ良くないですかもう僕、脳編集5分から10分。もう、もはやぼやき。もはやぼやきにしたいですね。だから、それまでにファンをめっちゃ作って、もう、ぼやき。5分から10分。今日のぼやき。だから僕は野村監督リスペクトしてるんですけど、野村監督はね、ちょっと野村監督いいですかちょっとめっちゃ、もう野村監督の僕パクリだったんですけど、あの、なんだ。 ぼやきこれねぼやき売ってるんですよ野村老いのぼやき人生給付会占の。要はぼやき語録要は野村さんはぼやきの情報商材売ってるんですよこれ見た時にここに行ったら勝ちだなとだから僕が60歳70歳になった想定した時にまあ白髪が出てこういうふうになっていくわけじゃないですかでも白髪になってもその白髪になればなるほど逆に言うとぼやきに あの価値が出たりとかすするわけですよだからここを目指してるわけですよね。ぼやきでじょ、ぼやきの情報コンテンツを売るみたいな。まあ野村さん売ってるわけなんですよね。ぼやき56とかね。人生に打ち勝つ野村のぼやき。これをやりたいんですよ。これを70とか80になってもぼやくだけで情報コンテンツ売れるみたいなね。ここを目指してます。僕はね。最終局地は。ぼやくだけ。だから1日、ね、ノ脳編集で5分から10分のぼやきで月収300万です。 だ僕はこれは可能だと思ってるんですね。あの僕は、僕の中ではね、別にあの無理だって全然言われてもいいんですけども、僕はそこを目指して、その、今やってます。うん。だからなんだろうな、うん、自分が今やっていることを、本当にやっていることが将来ど,どれぐらいの資産価値になるのかっていうのをしっかりね、あの見定めるべきですよね。だから僕、Facebook 離れた理由は、 うん、将来のことを考えて資産価値になりづらいっていう、うん、要は検索にもかかってこないし、もちろん稼げるんですよ。 まあ全然今も有効だけどもどこに自分の時間をねあ僕一人しかいないので自分に何のメディアに圧倒的に時間を注ぐことによって、えー、最終的にリターンを大きく得られるのかっていうところを考えたときに、まあ、トークはもうどんどん磨けば良くなっていくだろうし、まあ、YouTube やればやるほどもう本数バンバンな重ねられて資産どんどん増えるし、まあ、ブログに関してもメルマガに僕はあの力を入れない。 理由はあ、資産にならないから。検索かかんないから。なんで、もうとにかく検索にかかる、資産になり得るもの、YouTube 検索、今、ガンガンされてますから、YouTube、えー、ウェブ検索に引っかかるブログですよね。ブログもやると。だからもう、なんだろうな、最終局地ここに行くためだけに、あの徹底的にやるってことですね。だって、ここ行ったらできるでしょ。70歳になってもこれぐらいできません ノー編集で、しかももう30年ぐらい喋ってんすよ。<laughs> 余裕でしょ、5分、10分は喋るなんて、1日1本ね <laughs> で、あとは、ぼやきコンテンツ、ぼやきをね、売るっていうね。<laughs> そう。だ最終的にそこにできるようにって感じなんですけど。うん、はい。 まあ、ということで、いろいろお話ししましたけども、まあ、どこにコンパスを当てるのかっていうのが、めちゃくちゃ僕は重要だと思います。で、まあ、お客さんの動向を見てると、本当に短期で、短期のところにしかコンパスを当ててない人は、マジでうまくいってないです。これは、マジで。本当にうまくいってないですね。だから本当に自分が今やっていることの資産価値、将来どう上がるのか、そこに徹するっていうことですよね。 今少なくとも僕が売り上げ安定してきた理由はそこにフォーカスしてきたからですよ。もちろん最初はしんどかった部分もありますけども、今商品が売れないっていうこともないですし、あとはあのファンの方も増えてきましたし、あとはなんだトーク技術に関しても昔に比べるとめちゃくちゃ,しゃべ昔に比べると本当に喋れるようになったと思います。もう本当に昔に比べるとね。まあこれからもど,どんどん磨くので、まあまあ喋れないってことはないだろうし、ずっと喋るので。うーん。 で、あとは、あのー、文章も書き続けますし、ブログもね。うん、だから、それ、なんだろうな、これさえやっとけば将来生きるよねっていう、なんか、うん、そこにコンパス当てられるかっていうのが、めっちゃ重要だと僕は思います。僕はね。あなたがどう思うかわからないですけど。だから、目先のなんか、その、お金儲けを探してるんだったら僕じゃないので、他に行ってください。 申し訳ないですけど、目先のね、儲かる方法探してるんだったら僕じゃないので、他行ってください。本当に。あの、僕見ても意味ないですから。僕は見てるとこちゃいます。もちろん目先の売り上げも大事ですよ。だけど、一番見ないとこい、一番コンパスの当てないとこはどこなのかと。僕はこう、こういう感じですね。うん。だからそれを教えてますし。うん、だってこっちの方が絶対うまくいくもん。<laughs> だって失敗、僕らは失敗事例めちゃめちゃ見てきてるんですよ。はっきり言って。 この15年いろんな人の情報発信者も見てきたし、お客さんの失敗事例もね、何千人何万人見てるわけじゃないですか。あなたの何万倍見てるわけですよ。失敗事例を。その失敗事例何万件も見てて、同じことやんないですよ、僕は。<laughs> 逆になんか、うんこう言葉悪いですけど、お客さんがなんでうまくいかないのかっていうのを見続けてるので、あ、絶対やらねえ、みたいなね。わ <laughs> かります これね、情報発信してると、これもメリットなんですよ。お客さんの悩みに聞くじゃないですか。で、聞けば聞くほど、あ、これじゃやっぱうまくいかないよな、この考え方とかね。あ、やっぱこれじゃダメだよね、みたいな、そのうまくいかない人の悩みをもらうわけですから、もううまくいかない事例を大量に見るわけですよ。わかります。だから僕がよく言ってるのが、ね、これね、あの1、1%の、1%の成功を探すより、より、 えー、99%の事実を潰してしまえば、勝手に、勝手に1%は出ると。1%は出る、出るい。<laughs> こっちの方が僕は再現性が非常に高いと思います。でもみんな、これ1%の成功、私でも稼げる方法を探してるんですよ。 ね、宝探し1%の宝探ししてるんですけど、いや99%のあの、ね、失敗事例を見たら、もうなんかもうやるべきこともう見えてくるじゃないですか。<laughs> もうコンパス当てないところ行けないとこここしかないよねっていうのは見えてくるので、情報発信してお客さんの悩み聞くっていうのは実はあの99%の どうやればうまくいかないかっていうね。どうやればうまくいくかじゃなくて、どうやれば失敗するのかを見続けるので、あブレないっていうね、逆に。逆にブレ,なブレなくなってくるっていうね。だからこれはね、発信した方が本当にいいですよ。で発信して、いろんな人の悩みを聞いて、あの寄り添っていくことによって、自分が研ぎ澄まされていきます。っていうことも僕は知ってるので、これからも質問来たらもう、もう即答で、あのどん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 回答しまくりますけどね。 でそうすると自分自身が研ぎ澄まされていく。もうここしかないと。お客さんがこうやってうまくいかない。それを <laughs> ひたすら聞き続ける。あ、これはもう反面教師ですよね。無料で反面教師どんどん来るみたいなね。だからもう絶対僕の中ではこれやれば間違いないっていう、か自分だけの成功法則がもう100%パー、まあ1%パーなんで、ね、これが出て、算出できるってことですね。うん。はい。 ということで、まあ、あの今やっていることをしっかりと考えていただいて、どうなのかと。自分はどこにコンパスを当ててたのか。もしくは、これからどこにコンパスを当てるべきなのかと。で、人生ね、まあ、ここにも書きましたけど、長いです、後悔は。ね。50歳から始めたとしても30年です。生きないといけないです。 で70歳から始めたとしても、仮にね、ネットビジネス10年ですよ。10年、死ぬまで。ね、僕は今38ですけど、あと40年あるわけですよ。40年 <laughs>、まあ。振り返れば短いですよ、多分。でも、まあまあ40年長いわけですよ。だからしっかりその40年の大公開をしっかりと、そのつつ、あの、 荒波に飲まれることなくしっかりと後悔をして、えー、島に上陸する、まあ、島に上陸するというか最終的に死ぬだけなんですけど、まあ、そこに行き着くためにはあなんかそれ考えないといけないよねっていうところですね、はい、では、えー、明日が、まあ、具体的にねどういうふうに、えー、それをやっていくのかに関しては あもうね、セールスビデオ見て,見ていただいている方だったらわかると思いますけども、講義、もうありますから、いっぱい、<laughs> それ見てやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい、明日の18時、22時で、えー、最終となりますので、えー、興味ある方は登録しておいてください。では、終わります。ありがとうございます。